式会社アイバーグで私は常務取締役の金田と申します。あの当社は札幌市にありますあの印刷会社です。で主たるあの事業はあのブック印刷というものですけれども、ページの非常に分厚い本、あのそれこそ辞書のようなものを含めて、あとは美術系の、図録みたいなもの、そういう高級カラーのものを主に得意として、やっている企業なんです。あの新しいその事業開発ということで、北海道大学と北海道立総合研究機構、まあ、産学官の共同研究で古い50年から60年ぐらい前の写真です。それが色が退色してしまっているものですから、それをなんとか復元したいという一つ要望がございまして、それを共同研究という形で、行ったのがこのデジタイズ復元ということになります。50年から60年前 の、 あの古い貴重な写真です。だいたい古事フィルムで残っているんですが、当社のこの技術は元々あった色をあの抜き出して、それを、いわゆる増やすっていうか、そういう技術が画期的であるというふうに考えています。元々あった色のそのこだまっていうんでしょうか、情報がどっかに残ってるんですよ。微細なその情報を読み取って、それを、まあ、ソフトを使って足りないところを上げるとか、そういうことを自動的にやるということを言っています。美術系の出版社さんですとか、そういったところもあのもう撮影ができない写真なんだけど、写真はあるんだけど色がもう劣化しちゃって、どうしましょうっていうご相談が上回るんです。そういったところにこの技術を使って、場合によっては撮影はできないけれども、不等級のものだったら簡単に撮影できませんので、あの実際にこれを復元したものと現物をどこかの地点で見せて、それをマッチングするというようなことも最終段階としては可能性としてあるかなと思います。そういったところをターゲットとして